そっか、見て見て、ぐるぐる回転寿司。無添加クラ、みんな知ってるかな。ほら、このビッグラポン、カプセルが出てくるんだよ。お皿を入れたらカプセル出てくるんだよね。ね、でくるくる回って、あ、ここにもちっちゃいお寿司がいっぱい入ってるね。あ、お茶もポポポポポ言うよって書いて、あ、お持ち帰りもできるんだ。お会計、お会計ボタンもあるんだね。わー、楽しそうなおもちゃだね。食べ終わったらここにお皿を入れてねって、ビッグラポンができるんだね。ガチャガチャ、どんなの出てくるのかな。じゃあ早速開けてみるね。どんなのが入ってんのか楽しみだね。なんか部品がいっぱい出てきたよ。こんなのと、あ、ガチャポンと、でんでん、じゃーん。ガチャポンじゃないよ。え、ガチャポンじゃないの。これ上のラインナップ。あー、そしてこれは、あ、シールたちだね。あー、シール、お寿司。そして、あ、お皿もついてるね。じゃあ袋から開けてみるね。これで全部袋から出せたよ。じゃあ次は組み立てていくね。これが椅子と、そしてテーブル。あ、これレール、レール、レール置いてガッチャンして、じゃーん。これで組み立ては完成。次シール貼っていくね。じゃあこのビッグラポンシール貼っていくね。お皿はここに入れてねって書いてあるからね。おっきいね、このシール。お寿司の名前がいっぱい書いてあるよ。これよ、ここにタタ。そしてもう一枚のシールをここにペタ。ここにも中トロだね。中トロ、ペタ。全部貼れたよ。次はこれ、このお寿司開けていくね。細かいね。じゃーじゃーん。イクラめっちゃ大きいです。すごい、クオリティ高いね、このイクラ。ちゃんと光ってる、つぶつぶいっぱい。すごいね。イクラと、あ、鮭もあるよ、ほら鮭。あああああひっくり返しちゃったよ。めっか。後ろにお皿。そう、お皿取ろうと思ったらお寿司が全部ひっくり返ったの。じゃーん。ひっくり返して。じゃじゃーん。これがカプセル。わー、ちっちゃいね、このカプセル。何にも入れられないじゃん。何にも入れられないね。ちっちゃい。そんな大きくしか入れられない。カプセルの中にこれ入れるんだね。ちっちゃいの、ちっちゃいのを外して、とお寿司の車、カプセルの中にちっちゃいの入れて、あー、入ったー。で、このカプセルをこの中に入れていくよ。あ、押したら出てくるの？ここ、ここが上ボタン押したら出てきたよ。1、2、3、4、5。あ、で、自分で押すんだね。で、スピードよく出てくるんだね。あ、ほんとだね。自分で押すんだね。お皿入れたら。ポーン。あ、出てきたー。出てきたよ。これで、お寿司屋さんの完成。あれ？
の回転ボタンを押すよ。あ、回ってきた回ってきた。美味しそうなお寿司がいっぱい回ってきたよ。あ、そこにお皿をガチャンって入れて、へえ、ブヨンって言ったね。お皿を入れて5枚溜まったらここのボタンを押すね。あ、早く食べたいわ。お寿司ちょうだい。はい、誰にしますか。いっぱい回ってますよ。じゃあ卵。じゃあはい、メロンパンナちゃんは卵。ここよ。ここ。じゃあね、次はあれ、マグロ。ほら、ここ。あれ、もうお持ち帰りが入ってるよ。はい、チーズはマグロ。じゃあこのお皿を入れて。ピクロポン、あ、ガチャガチャ出てきた。じゃあこれはガチャンマンにあげるね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お寿司はいかがですか。リカちゃんのくるくる回転寿司、楽しいおもちゃだね。じゃあまた遊ぼうね。バイバイ。